コントロールできますよっていったところですね。ナイス DTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回はオーバーラウドからリリースされているリマトリックスプレイヤーで動作するおすすめなリバーブを紹介していきたいと思います。これはですね、今回無償配布、期間限定無償配布というものがありまして、今、緊急で紹介しているんですけれども、このリバーブ自体本当に素晴らしいものなので、例えばね、この無償配布期間以外にこの動画を見た方もぜひ参考にしていただいて、今後の導入の検討だったりとか、また次に無償配布があった時にぜひね、ゲットとかも検討してみてもらえたらと思います。ではまずですね、このリーマトリックスプレイヤーのフリーバージョンなんですね。で、有料バージョンもあるんですよ。で、有料バージョンの方が機能が多くて、フリーバージョンはね、ちょっと制限バージョンということなんですけれども、でも十分使える内容となっております。で、まずね、立ち上げたらこのような画面になっているんですけれども、このリバーブの、このアルゴリズムといいますか、まあ、IR データというか、まあ、有名なリバーブを、まあ、この、まあ、データ化したみたいな、このデータがね、あるんですね、ここに。で、それをここでドラッグして、初めて、ここで、プリセットのようなものが読み込めるような仕組みですので、このようにダウンロードしたデータのこの白いファイルありますよね。これはここにドラッグして、使ってください。そうしないと、ただの空の器みたいな感じになっちゃって、何も動作しないので、ね、そこだけ覚えておいてくださいね。では、ちょっと音も聞きながら、使い方もちょっとね、やりながらやっていきましょう。まずですね、このパーカッションのサウンドですね。これに対して、じゃあこのね、今回フリーで、配布されているのがこのハイブリッドフリーというのとダスティーラックスフリーっていうやつですね。これをプリセットをですね、それぞれちょっとずつ聞いていきましょうか。これやり方簡単で、下のこのプリセットですね、ダブルクリックすると読み込まれます。どうです、まあ、ちょっとずつ聞いていきましょうか、まあ、こんな感じ、ざっくりだったりとか、このダーティーラックスの方だと結構ね、有名な伝説的なリバーブの IR のデータを取って再現しているそうですよ。特にこのダーティーパックスは。こんな感じですね。ちなみに概要欄の方に、記載しておきますので、リンクぜひチェックしてください。いつまでね、無償配布なのかというのも、概要欄の方に記載しておきます。動画の中で言ってしまうと、ね、これ、この動画を後から見た方がね、ちょっとびっくりしちゃうと思うので。こんな感じのサウンドですね。で、なるほどと。このリバーブ、なかなかいいぞと思った方もいると思うんですけれども、これ一番僕、いいなと思うところはですね、例えばこのリバーブ。ありますよね。で、あった時に、このメイン画面見てもらいたいんですよ。各リバーブ、ホール、ルーム、プレート、アーリー、スペシャルというふうに、この、5つの要素がですね、それぞれかかっている状態なんですよ。そう。つまりですね、このアーリーって言って、まあ、初期反射って言われてるもの、楽器の音がファって出た時に壁から反射されて壁との距離感を感じさせてくれるのがこのアーリーなんですけれども、それに対してルームのね、部屋の鳴りがあって、でね、プレートホールとかっていうのが、まあ、このアルゴリズムではついてきてるんですけれども、これ例えばね、音量を変えられるんですよね、シンプルに。例えばこのアーリーっていうね、初期反射のみを、作りたい場合はこのように入れることができると。ちなみにこれをフェーダー上げ下げするのめんどくさいという方に関しては、ここにソロとかあるんですよ。あとミュートもあります。ルームの響きはいらないとか。例えばオーケストラのね、楽器のミックスをしたいときって、このアーリーリフレクションっていうね、このアーリーのみを使う場合って結構あるんですけれども、その場合にこのアーリーのみをオンにできるっていうのは非常に大きい。リバーブによってはですね、アーリーのみをオンにするっていうものがないものも結構あったりするので、これかなり個人的には好きだなと思います。ちなみにこの機能として下の部分ですね、ここをクリックすると左により細かいパラメーターをいじれるようにはなっているのですが、この、マトリックスプレイヤーですね、こちらがフリーバージョンなので多分いじれないようになってるんですよね。何も触りません。そしてここのメインの画面ですね、上のところ、ここもですね、このように各パラメーターですね、クリックしていくと、まあ、リバーブタイムですね。ここだと例えばアーリーなので、アーリーをクリックするとこのような波形になってると。そしたらね、ここのリバーブタイム、これ短くしたりとか、これいいですよね。で、いじれるんですけれども、このマスターのところを見ていただくと、ほら、ここ、グレーアウトしてますよね。いじれないんですよ。つまりこれは、有料バージョンじゃないといじれないですよっていう部分なんです。でもただこれですね、なんと EQ。EQ はいじれるようになってます。そして、このドライ、ウェット。これはもう定番でいじれますね。これ、ドライをなくすことによって、
このリバーブだけの音にできたりとか、ウェットでね、原音に対してどれだけつけていくかってことができます。今インサートで入れちゃってるんですけれども、センドで入れる場合はウェットは基本的にマックスにして、ドライはオフにして使っていくっていう使い方になります。そしてね、この LR もしっかりとこれね、まあ基本的に LR はもうこのデフォルトの状態で使うことが多いと思うんですけど、特殊な使い方したいときはこの LR もコントロールできますよっていったところですね。そしてですね、一応ここバッテンマークがあって、バッテンでオフにすることもできます。オフにするとこれオフになるって、まあ、削除されるんですね、この IR データが。なのでこれまたオンにしたいと思ってもなんかちょっとできないっぽいので、まあ、その場合はまたこのねプリセットのところから、まあ、プリセットで選び直すという感じ。これがまあ一連の使い方といったところですね。ではせっかくなので、ちょっと声の素材ね、あるので、こちらの声の素材でもちょっと雰囲気どんな感じの音になるのかっていうのをやっていきましょう。まあこれかかんない状態だとね、まあ、これドライな、まあ、カオスなね声があるわけですけど、オンにしていきましょうか。ちょっと違うタイプのリバーブ選んでいくと、まあこんな感じだと。でアーリーだけオフにするとこんな感じ。なかなかいいですよね。だったりとか、あとルームのみにするととか、アーリーと組み合わせるとこんな感じだったりとか、あとプレートも加えていくとどうでしょう。でその前ルームをオフにして、プレートとアーリーみたいな感じですね。まあ、ショートリバーブに対してプレートもかけちゃうみたいなこともできるし、スペシャルという独自なものも入れて、まあ、リバーブタイムはお好みでここで調整していくと。まあ、かなりね、この無料版でも、まあ、声の素材でもね、これだけ雰囲気作れるので、ボーカルミックスにもね、まあ、かなり役立ってくれるのではないでしょうか。ということでね、無償期間の間に見たという方はもうダッシュで、もうリンクから取りに行ってください。これ、今後僕も使っていこうかなと思ってます。あと僕のチャンネルでは有料のメンバーシップ動画もありますので、ぜひね、ご支援兼ねてご利用いただけたら嬉しく思います。ナイス TTM キックンでした。ありがとうございました。